どうもジョリです。ですね、今日は、まあ、ファッション業界のお話で、ちょっと仕事、お仕事寄りのお話になるんですけども、販売員のこれからについてお話ししようかなというふうに思うんですよね。販売員というのも、まあ、きっかけとなったことが一つあってですね、僕この間休みの日にその長野駅前に緑という、まあ、商業施設というか、あの駅ビルですよね、駅とこう直結しているようなあのビルがあって、その中にまあテナントというか、まあ服屋さんとか雑貨屋さんとかなんかいろいろ入ってるんですよね、お店さんが軒を連ねてると。で、まあ、僕全然違う用事で、まあ、長野の駅の方行って、まあなんかフラーっとしてみたんですよ。ワンフロア、あるフロアで、まあそこはメンズはなかったんだけども、ウィメンズレディースの、まあ、ブランドが出してるお店かなだったり、まあセレクトショップみたいなところもあったりして、まあ、具体的には言わないですけどもね。で、まあなんかあるところを見てたんですよ、レディースを ふとこうやってぼーっと。そしたらですね、平日ですよ、超暇そうにしてるんですけども、あの2人くらい売り場でフラフラしてるんですよ。で1人レジにいるみたいな、その時間帯に3人くらいがあの時間を持て余してるみたいな、そういうような状況を目にして、ああこういう感じだと、まあ販売員、単なる販売員ってやっぱりあのこれから淘汰されてってしまうんだろうなというふうに思ったんですよ。まあその方たちのが実際どういう立場でどういうあの能力をお持ちでっていうのは僕は分かんないですけどもね。ただまあその状況を目にした時にそう思ってしまってね、こんなに人いるんかなみたいなふうに思ったわけですよ。で、やっぱり僕もその販売員っていうのはどんどんいなくなった、単なる販売員、売り子みたいな、いわゆるそうですね、従来言われてきた売り子と言われるような人たちってまあいなくなるんじゃないかなと。どんどんね、数は少なくなっていくんじゃないかなと。ゼロにはならないけど、かなというふうに思うんですよ。で、まあなんでかっていうとね、そもそもなんで販売員いらなくなるかというと、まあそんなものは少し考えればわかるですけども、まず第一にね、通販、ネットで買う人増えてきたので、お店で買う人が単純に減ったということですよね。それがやっぱ一番でかい。だからお店に行く理由がないというか、お店にで買う理由がないというか、まあ、それが一番でかいですよね。まあ、他にもいろいろあるんでしょうけど、だからまあ逆を返すと、じゃあこれからのどういう販売が生き残るかというと、買う理由を作れる人ですよね。その人から買う理由を作れる、そのお店から買う理由を作れる、やっぱそこなのかなっていうふうに僕は思うんですよ。で、まあここでもじゃあどういうふうにその買う理由を作るかっていうと、あのもう何回もしつこく言ってますけども、やっぱり物じゃなくてことだなと、ことだと僕は思うんですよね。で、やっぱりまあ具体的にじゃあことって何ぞやと、まあ販売員の視点から言うと、やっぱりね、従来はやっぱりなんか話がうまくてとか、コミュニケーション能力がとか、愛想が良くてとか、まあもちろん大事なんですけど、なんかそういうふうに口達者で、なんかとにかくこう、なんていうかな、うまく丸め込んで買わせるみたいな、なんかそういうのも一つのスキルとしてね、カウントされてたんですけども、もうそういう時代じゃないぞというわけなんですよね。嘘なんか言ってもバレるし、おだてておだてて、お客さんにをいい気分にさせたからといってお金払うかっつったらまた別ですよね。もう払わないです、人は。それは僕も感じてますね。そのやり方に限界が来てるなというのが、逆にうざいと言われるとね、うざいと思われてしまうですよね。だから従来型のやり方だともう無理だというか、従来の価値観ではないなと。で、じゃあ今後どういう価値観かと言った時に、やっぱりその一番重要になってくるのは、俺は、まあ、販売員に、
みて言うと、やっぱ好きっていう気持ちなんじゃないかなと。好き、まあそのブランドなりアイテムなり、やっぱ好きっていう気持ちすごい大事じゃないかなというふうに僕は思うんですよね。やっぱりね、そのもう物が溢れてて情報も溢れてるので、みんなお客さんたちお腹いっぱいなわけなんですよ。基本的に飢えてない、全く、物欲もないほとんどね。でやっぱりでもそういった中で、なんかこうその人の、まあ、そういうお客さんが何か買いたいって思うのは、やっぱりその物としてそれが欲しいというよりは別のところですよね。精神的な欲求というか、そういうところが満たされるような状況じゃないかなと。そういう状況になると、やっぱ人々はお金を払うと、まあ、それが物じゃなくてことだということなんですよね。で、好きっていうのは、好きっていうのはまあ熱意でもあるわけで、これが好きなんだ俺はとか、これがいいんだ、ここでこれ、ここが好きなんです、いいでしょうみたいなね、そういうことが言えるっていうのは一つの強みじゃないですかね。だから今まではなんかね、そのだからその従来型のね、ただ単にお店に入荷してきたものをどれだけ数さばけるかみたいな、そういう競技ではなくなってきてるというわけなんですよね。そういう考え方ですね。だからこそ単なる販売員で今後減っていく、まあ、職業としての販売員というよりは販売員兼バイヤーとか、まあ、多分そういう人がね増えていくんじゃないかなというふうに思います。それはまあさっきの文脈から言っても正しい流れというか、やっぱバイイングして、つまり買い付けから自分が入り込んでやってると接客も全然違ってくるわけですから。展示会行って、これがこれこれこれのこういうところがいいと思って私はこれを買い付けしてますっていうのは非常にね説得力もあるし、まあそれがある種の信用に変わったりもするわけですよ。ことの中の信用だから、好きっていうのはやっぱ信用にもつながるなと。自分が好きだからこれをおすすめしてますって、好きでもないけどどういいですよって言ってんのと、好きだからいいですよって言ってんの、まあ、全然違うじゃないですかね。だからバイングから入り込んで、買い付けもして、それも自分で買い付けして自分のお店で自分で売るみたいな、そういうような仕事というか職業というか役割が重要になってくるんではないかなというふうに僕は思ってますね。そっちの方がことを提供できるというか、当たり前だけどね、まあそりゃそうじゃないかね。まあ誰かがよくわかんない人がね、勝手に発注したものを売れとか言われてもね、うーんってなるし、自分がね買い付けして、買い付けから入り込んでやるのとね、全然モチベーションも違いますから、まあ、そういう時代になってきてるんではないかなというふうに思います。はい。なんでもうね、接客力とか接客トーク終わってますからね、オワコンですわそんなもん、と僕は思います。はい、そんな感じです。まあファッション業界に進みたいとかっていう思ってる方は一つ参考にしていただければなというふうに思います。では。